明治の国立銀行とは1872年の国立銀行条例に基づいて開設された金融機関である。第一国立銀行発行の10円打関係当時の大倉所有伊藤博文の下で制度が作られた。国立銀行とはアメリカのナショナルバンクの直訳であり国宝によって建てられた銀行という意味である。したがって民間資本が 法律に基づいて設立して経営したものであり、国が設立して経営した銀行ではない。金貨との交換義務を持つ打貫紙幣の発行権を持ち、当初は第1、第2、第4、第5の4行が設立された。1876年の国立銀行条例の改正で、俯瞰紙幣の発行や、金属交際を原資とすることも認められるようになると、急増し、 1879年までに153の国立銀行が開設された。銀行は設立順に番号を名乗っており、これをナンバー銀行と呼ぶこともあり、2021年現在、数字のみの純粋なナンバー銀行は16銀行、77銀行、105銀行、114銀行の4行、統合前の行名を含む、 ナンバー銀行は第4北越銀行と18神話銀行の2行で合わせて6行が現存している。なお、これらの他にも番号を含む名称の銀行は存在するが、82銀行は第19銀行と63銀行が合併し、両者の数字の輪を取って名付けられた銀行であり、第82国立銀行とは無関係である。また銀行は、 三重銀行と第二地方銀行だった第三銀行が合併し、両公名の関数字の3から取った3プラス3を漢字の33に見立てて名付けられたもので、こちらも第三十三国立銀行とは無関係である。その他、富山第一銀行も無人会社を発祥とする第二地方銀行であり、セブン銀行も第七国立銀行とは関係がない。 1882年に中央銀行である日本銀行が開設されると、翌1883年の国立銀行条例の改正と1884年の打官銀行券条例により、紙幣発行は唯一に賃金のみで行うようになった。その後もしばらくは国立銀行発行券が通用していたが、1896年に、 国立銀行営業満期前特別処分法が制定され、国立銀行券の発行が法律で停止され、普通銀行に転換することとなった。これは銀行の成長を促すために国の管理下から民間に移常する目的が含まれていた。現在、これらを前進として存続している銀行のうち、国立銀行時代のナンバーを引き継いでいないところの大半は、 国家総動員法に伴う銀行の一、県一公主義に基づいた戦時統合により新たな法人として設立されているところが多い。このため、更新銀行である現在の銀行は設立年月日をこの時期とし、国立銀行の設立日は創業日として扱われているケースが多いとは別に存在していた。後述の項にもあるように第十八銀行と 旧秋田銀行との戦時統合により、現在の秋田銀行となっている。153行あった国立銀行の一覧は次の表の通り。ありがとうございます。